オーナー、おはよう。少しだけ早めに来た。今日はオーナーとのお出かけだから。その、どう？よかった。頑張って毛づくろいした甲斐があった。今日はよろしくお願いします。行ってみたい場所？一緒に散歩するだけでも私は楽しい。でもせっかくだからおしゃれなお店とか行ってみたい。そのオーナーが嫌じゃなかったら。オーナーのってあったかい。おいしい。前にオーナーがご馳走してくれたデザートも忘れられない味だったけど、ここのパフェも同じくらい絶品。そんなに見られると恥ずかしい。幸せそうに食べるからずっと見てられる？うん。幸せなのはご飯が美味しいからってだけじゃないけど。オーナーの分も？よかったら食べるかって。私そこまで食いしん坊じゃない。でも一口ずつ交換なら。じゃあ、あー、雨降ってきた。デートなのにごめんって。オーナーが気にすることじゃない。それにオーナーと二人でいるだけで私は幸せ。オーナーは私のこと陽子としてじゃなくて一人の女の子として見てくれるから。私はオーナーのそんなところが。雨やんだね。狐の嫁入り。天気雨のことそう呼ぶって聞いたことがある。陽子でもお嫁さんになれるのかな。あ、ごめん。せっかく晴れたから今度は私が案内する。リスのみんなからおすすめの場所を聞いてきたから。だからもう少しだけ一緒に。